이제 우리 札幌市場塩ラーメンの冷やしラーメンです。札幌市場塩ラーメンのパッケージにも冷やしラーメンって書いてましたんで、これ食べたいと思います。じゃあ、そこでね、サインイラス、ちょっと、豚キムチとか野菜、これを巻いていただきます。まず、そばから。 これうまい。塩ラーメン好きなんだけど、これはうまいな。もう暑い季節に。 冷たいですね。面白くし。麺が挟まるとか、そんなことはないんですよ。これうまいな。夏の定番だね。この間喉冷たから気をつけて。 こんなに美味しいですよね。こぼしやすいんだよな。気をつけないと。 今日もそわそわ暑かったですね。もう、つけそうですよ。暑いのなんによって、だんだん、時代が進むごとに暑くなってないですかね。僕らの子供の頃って、クーラーなんかなかったし、扇風機ですよね。それでもですね、平気で寝たから。 温暖化っていうのはあるんですね。これ以上暑くなったらどうするんだろう。
学生の頃ね、ガードマンのバイトしたんですけども、やることは2車線が1車線に減る場所があるんですよ。そこに立って旗振るだけ。旗はね、お会いしようとして、ここから先は1車線ですよみたいな、そんなバイトでした。一日朝から晩まで旗振ってたんですけどね。その現場は特攻食器で、もう僕の固定場所だったんですね。一人だけでやってたんですけども、昼になるとまあ弁当を持ってきて、そこら辺に座って弁当を食ってたんですけどもね。あの暑さで弁当もよく腐らなかったなと思いますけどもね。本当に水は再生シフトが入りましたね。本当に今みたいに熱射が熱射が生まれる時代の前ですからね。自分の本能が水分を防がっているということで、どん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 飲んじゃうんでしょうね。どっちがうまいって、どっちもうまいわ。会社行くのもね、夏になるともう空が湧きして気持ちいいんですけど、通勤時間帯はね、やっぱり人がいっぱいなんで、雨なんか特に暑いですね。もし暑い感じがして嫌だそうですね。今世間では社内ニートって言葉があるらしいですね。会社の中のニート、もう最後はそうだったからな。社内ニートの時は気持ちよくわかるけど、ほんとね、朝仕事で出勤するでしょ。出勤しても何にもすることないんですよね。本当にやることないんですよ。んで、やっと、あ、これならできそうだなと思って、やってしまって、
上司に報告すると、あ、それは、大学に頼んだからもういいよって言われるんですよ。かーんですね。まあしかし、その無意味な書類も、パソコン使って作ってる間は、ニートじゃない仕事をしてますんで、気持ちが落ち着くっていうかね。でももう、それは必要ないとなると、またじゃないにニートなんですよね。それもね、ほんと、一日が長すぎるんですよ。何にもすることないから、パソコン持ってるまでしたいし、で、ちょっと、周囲見ながら、パソコンでゲームやったりとか、するんですけども、上司が来たら、パラパラっと、切り替えて、いかにも仕事してますよ、という雰囲気を醸し出すんですよ。自分のデスクがあったんで、一人ぼっちの便所飯とかはなかったですけども、朝起きるでしょ。で、さあ今日は何をしようかって普通は思うんですけど、何もすることないから、ああ私は娘と始まるかみたいな感じでとぼとぼと通勤電車に乗っていくんですけども、そういうような経験がありましたのでね、なんとか、まあ、なんていうか、辛い体験でしたね。ね。しかし、この塩ラーメンうまいな。学生時代はね、札幌市販の塩ラーメンか味噌ラーメン、どっちか交互に食べてましたね。ご飯と一緒にね。トマトの酸味がうまい。辛さって採血して体の具合見るんですけどね、ずっと禁酒続けてきて何か変わるのかなと思って、ずっとまあ禁酒してこのドライシェロとか飲んでるわけなんですけど、もし結果が良かったら冷たく冷やしたビールを飲みたいですね。早く来ないかな。
このぶさキムチ巻きもうまいでしょ。もう夏バテにはこれですね、ぶさキムチ。これは案外いい発見だな。麺とつゆも両方とも冷やしといて食べると食べやすいわ。こうして水分増えちゃうからちょっと水少なめでやった方がいいかもしれない。ガードレールを飛び越えようとしてスターになったつもりでカーンと行ったんですけど、そしたら足が引っかかってドッて頭が落ちまして、恥ずかしいなのでガードレールを飛び越えなくなった男になってしまいました。またこの塩ラーメンの美味しいスープが冷やされて喉に流れ込むのはうまいな。ああ、また案外意外な発見をしたね。これ味噌ラーメンでやったらどうなんだろう。醤油ラーメンでもまあうまいだろうしね。これはいいわ。ちょうど一緒に食べたね、ブサキムチ。ピリピリとした味が残ってすっきりします。すっきり冷たく、とにかく美味しかったです。ごちそうさまでした。